タビオ株式会社は、大阪府大阪市何和区に本社を置く、靴下の企画、製造、販売を修行とする企業。1968年3月10日に、ダンソックスとして企業。1977年に、株式会社団に、社名変更。2006年に、タビオ株式会社に、社名変更し、現在に至る。近年の靴下市場は、 中国産の安い製品が市場を多く占めている。その中でタビオは日本製にこだわり工場での生産から店舗での販売、在庫管理までを一貫するサプライチェーンマネジメントを行っている。売り上げの9割は女性向け商品である。また2002年にはイギリスの高級百貨店ハロッツに2009年にはフランスパリのマルチクと海外出店に勤め。 ブランドイメージを発展させてきている。しかし、経営は順風満帆だったわけではない。1970年代の資金繰り悪化による経営危機、2000年代の営業不振と危険な時期もあった。特に2000年の代償二部上場後は利益のために店舗への投資を怠り、本部の意向を押し付けすぎた結果、店舗は荒れ、従業員の士気が低下。本部は 適とまで言わしめる惨状を停止販売は低迷した。だが本部は、いい靴下を作れば売れるはずだ。この靴下が売れないのは営業努力が足りないからだ。あげく、うちの靴下を履かない客がバカなんだと、プロダクトアウトの思考にはまり、生産と販売とが噛み合わない状況となっていた。こうした状況の中で、オチマッサルカンが問題点を把握し、改革を実行。その結果、タビオは、 危機的状況を乗り越え、再び売り上げを伸ばすようになった。創業者は、オッチナおまさ。会社を起こし一代で成長させ、靴下の神様の異名を持つ、セレッソ大阪のオフィシャルスポンサーである。1970年代に商品数を増やした際、工場とうまく連携が取れず納期が遅れ、資金繰りが悪化、借金が増加した。この時の反省を活かし、 オチナ・オマサは取引を行っていた工場と、共栄会という組織を作り、店舗の販売状況の把握、物流センターの建設、注文単位を10足単位のデカから1足単位に変更するなどの生産から販売までを管理するシステムを作り上げていった。2013年9月10日、旅を神戸ハーバーランド海へ転において、 男性客がズボンのファスナーを下げ商品の靴下をその中に入れた画像をツイッターに投稿した。これを受け同社は男性に画像の削除を呼びかけ、同店は陳列物の撤去、廃棄、重機の清掃消毒を行った上で法的措置を取ると発表した。いわゆるバーカッターの一つ。ありがとうございます。